自立支援医療の受給者証と自己負担上限額管理表の例自立支援医療とは公費負担医療の一つ。精神疾患の治療のため通院による精神医療を継続的に要する病状にあるものに対して医療費の自己負担を軽減するものである。制度の実施主体は都道府県または指定都市。対象者は 精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による物質中毒、その他の精神疾患を有するもので、通院による精神医療を継続的に要する病状にあるもので、症状がほとんどなくても状態維持や再発防止目的の通院も対象となっている。対象となるのはすべての精神疾患で次のようなものが含まれる。 医療費の軽減が受けられる医療の範囲医療費の自己負担公的医療保険で3割の医療費を負担しているところを1割に軽減する穴埋めし患者の自己負担を700円に軽減する。この1割の負担が過大なものとならないよう1ヶ月あたりの負担には上限を設けている。上限額は世帯の所得に応じて異なっている。この制度は都道府県または 政令指定都市が指定した指定自立支援医療機関のみで利用できる。なお、指定自立支援医療機関は、病院、診療所1カ所、調剤薬局1カ所、デイサービス1カ所のように指定されるが、例外として、うつ病とアルコール依存症で別々の医師による診療を受けている場合などは、2カ所の病院、診療所、調剤薬局が指定されることがある。 本制度で医療を受ける際には、交付された受給者証と自己負担上限額管理表を受診喉に医療機関に提示する必要がある。公費負担受給者証の有効期限は1年である。1年ごとに更新が必要になる。更新時に診断書が不要でも、有効期間終了後1ヶ月を超えて申請する場合は、診断書の提出が必要になる。世帯による 市町村税納税額によって自己負担額に上限を設けている。重度かつ継続の一定所得以上のもので自己負担上限額を2万円とする措置及び育成医療の中間所得1の自己負担上限額を5000円とする措置と育成医療の中間所得2の自己負担上限額を1万円とする措置の区分については令和3年3月31日までの 経過的特例となっている。平成27年3月、令和3年3月31日までの経過的特例の再延長が発表された。従前の精神科医の通院医療費に対する患者、負担は、精神保険及び精神障害者福祉に関する法律第32条の通院医療費公費負担制度で、本来の健康保険30%の自己負担が、 この制度を利用すると、残り25%を公費負担し、患者は診療報酬全体の5%を自己負担で済んだ。地方公共団体によっては、残りの自己負担分も公金で負担し、無料であった。第163回国会にて成立した障害者、自立支援法第5条により、2006年4月より、精神通院医療費の全体の原則10%負担。 かつ、患者の世帯収入に応じた、公易負担に変更された。ありがとうございます。